駆艦は空母や戦艦といった主力艦に比べれば地味な存在ながら、さまざまな任務に就くアークホースとして海軍にはなくてはならない艦艇です。日本海軍の駆逐艦もそれは同じで、ある時は空母や戦艦を守る盾となって戦い、ある時は敵潜水艦から輸送船を守り、ある時は野員に隠れて友軍のもとへ物資の輸送を行うなど、太平洋戦争ではあらゆる方面で多様な任務に従事しました。今回はその中から史上まれに見る武勲を挙げた艦や壮絶な最後を遂げた艦、数奇な運命をたどった艦など、さまざまな活躍をした駆逐艦5隻を紹介していきます。綾波。徳型駆逐艦11番艦綾波は、日本駆逐艦だけでなく世界の駆逐艦史上においても最高と言われる戦果を挙げた駆逐艦です。綾波が海戦史に名を残す大活躍を見せたのは、1942年11月14日に起きた第3次ソロモン海戦でのことです。ガダルカナル島の飛行場を砲撃しようとする日本海軍と、それを阻止すべく待ち伏せていた米海軍との間で発生した海戦で、日本海軍が得意とする野戦となりました。掃討隊として先行して単独行動をとっていた綾波は、戦艦2隻、駆逐艦4隻からなる米艦隊を見つけると、戦力差をものともせず果敢に突撃を行います。島陰に身を隠して気づかれることなく接近すると、まず駆逐艦ウォークとプレストンに猛射を浴びせ、2隻はたちまちに炎上。さらに綾波は魚雷発射を行うと、駆逐艦ウォークとベンハムに命中させ、ウォークは沈没、ベンハムは戦闘不能となり後に沈没しています。綾波の奮戦はこれだけにとどまらず、さらに戦艦サウスダコタにも砲撃を行い、レーダーを一時的に使用不能にしています。綾波はたった1隻で駆逐艦2隻撃沈、1隻大破、戦艦1隻にも損害を与えるという他に類を見ない大戦果を挙げたのです。しかし綾波自身にも敵の攻撃が集中し火災を起こして戦闘不能になった綾波は、後に大爆発を起こして沈没しています。ですがこの夜、綾波が挙げた快挙は今までに例のないもので、興奮した乗員たちは海に投げ出された後も意気軒昂に軍歌を歌い、夜のソロモン海には彼らの歌声がこだましたといいます。雪風。奇跡の幸運艦として知られる雪風は、陽炎型駆逐艦8番艦として就役しました。雪風は太平洋戦争の主要な海戦に数多く参加していながら、ほぼ無傷のまま、ほとんど戦死者を出すこともなく戦争を終えています。激戦に投入され多くが戦没していった日本駆逐艦の中にあって、雪風はまさに奇跡のような存在で、呉の雪風、佐世保のしぐれと言われ、幸運艦として戦争中から海軍内で広くその名を知られていました。初戦のスラバヤ沖海戦やミッドウェー海戦に加え、南太平洋海戦、第3次ソロモン海戦にコロンバンガラ沖海戦といったソロモン方面での戦い、マリアナ沖海戦やレーテ沖海戦といった大規模な海戦に多数参加。戦艦武蔵が沈んだ渋谷海海戦に、大和の沖縄特攻坊の岬沖海戦、さらには空母信濃が撃沈された時の護衛艦も務めており、大和型3隻の最後の場面に遭遇しています。これだけの激戦に参加していながら、戦死者は10名ほどで、命中したロケット弾が不発だったり、命中するかと思われた魚雷がうまく艦艇を通過したという幸運な逸話も残されています。戦後は賠償艦として中華民国に引き渡されて、ダンヤンと名付けられ、海軍の機関を務めたこともあります。ダンヤンの解体後、中華民国からは怒りが返却され、現在は
江田島の旧海軍兵学校で展示されています。日本海軍が誇る航運艦雪風の名前は海上自衛隊初の国産護衛艦雪風へと引き継がれました。初月秋月が型駆逐艦4番艦の初月はその壮絶な最後で知られる駆逐艦です。1944年に起きたレーテ沖海戦における沿岸の岬沖海戦に初月は小沢艦隊の一隻として参加していました。この戦いは空母機動部隊がおとりとなって米機動部隊を引きつけるというもので、激しい空襲を受けた日本機動部隊は壊滅し、参加していた空母4隻が沈められてしまいます。さらに米海軍は残存艦艇を掃討するために従順2隻、軽巡2隻、駆逐艦12隻からなるデュボース艦隊を差し向けてきました。味方の救助を行っていた初月はデュボース艦隊と遭遇してしまいます。この時初月は一緒にいた軽巡いすゞと駆逐艦若月を逃がすため自らをおとりにして、たった一隻で16隻の艦隊に立ち向かいました。これほどの絶望的な戦力差で戦った駆逐艦は初月の他にはないでしょう。初月は多勢の敵を相手に勇敢に戦い、煙幕を転調したりジグザグ構想によって敵の攻撃をかわすと雷撃を敢行、魚雷を撃ち尽くした後も空の発射管を向けて撃つふりをし敵をひるませています。最後には集中砲火を浴びて火災を起こし、爆発により沈没した初月ですが、この奮戦は決して無駄ではありませんでした。初月が2時間にわたり敵を足止めしたことによって味方艦艇は逃げ延びることができたのです。追撃を打ち切ったデュボース提督は団長の思いと悔しさをにじませています。初月の最後は日本駆逐艦の中でも特筆すべき壮絶かつ勇敢なものと言えるでしょう。なし駆逐艦なしは日本海軍の駆逐艦から戦後海上自衛隊の護衛艦になるという数奇な運命をたどった駆逐艦です。なしは不足する駆逐艦戦力を補填するために生まれた戦時量産型艇型駆逐艦の一隻として建造されたものです。艇型駆逐艦はもともと艦隊型駆逐艦を補うためのものでしたが、戦局の変化により対空対潜能力を強化して護衛駆逐艦としての性格が強くなっていきました。なしは竣工後瀬戸内海で活動を行っており、呉郡航空襲での対空戦闘にも従事しています。1945年7月28日瀬戸内海の山口県平郡島沖に停泊していた那氏は米軍機の空襲を受け、グラマン F6F 戦闘機の放ったロケット弾が弾薬庫に命中し浸水して転覆沈没しました。本来なら那氏の艦歴はここで終わりになるはずでした。実際那氏は戦後も長らく海底に放置されていたのですが、終戦から9年後の1954年9月、スクラップにすることを目的に引き上げられます。状態が良好だった那氏は再生可能とされ、予定を変更して修理の上、警備艦若葉となって海上自衛隊に編入されることになりました。若葉となった那氏は唯一、海上自衛隊に在籍した日本海軍の戦闘艦艇となったのです。名前が変更されたのは、なしをひらがなで書くとなしとなり、存在していないという意味に誤解されるという理由だそうです。乗員には、海事に在籍していた旧なし時代の乗員を優先的に配属していました。若葉は、三宅島噴火の避難民輸送など海事で、約15年にわたり任務につき、1971年に退役を迎えています。スチュワート。その名の通り駆逐艦スチュワートはもともと日本海軍の駆逐艦ではありません。アメリカ海軍のクレムソン級駆逐艦の一隻であったスチュワートは戦争中に
二度も持ち主を変えるという数奇な運命をたどった駆逐艦です。関東大震災の時には救援艦隊として日本に派遣された経験もあるスチュワートは日本とも縁のある艦でした。その後本国に帰還することなく太平洋で任務についていたスチュワートは1942年2月20日に起きたバリ島沖海戦で損傷し、修理のためにドックに入ろうとした際にミスにより格座。その後空襲を受けて放棄されていたところを日本海軍に鹵獲されました。日本海軍はスチュワートを引き上げると1年半をかけて修理と改修を行い第102号哨戒艇として就役させました。従来の4本煙突のうち2本を結合した3本煙突艦になり、日本軍の超音機や爆雷投射機を搭載して生まれ変わったスチュワートは終戦まで対戦護衛を任務として活動していました。1944年8月24日には仏印沖で第22号海防艦とともにかつての同胞である米海軍潜水艦ハーダーを撃沈する武勲を挙げています。一方スチュワートは沈んだものと思い込んでいた連合軍ではクレムソン級に似た謎の艦艇を見て幽霊駆逐艦が出没すると噂になっていました。撃沈された米駆逐艦が幽霊になって敵の後方で作戦行動を続けているのだという話が米軍の中に広まっていったと言われます。終戦後日本に進駐してきた米海軍はようやく謎の幽霊駆逐艦の正体を知ることになります。再び米海軍に復帰することになったスチュワートはアメリカ本土に開港され、人々から浮気なおてんば娘、ランプ、捕虜になり帰ってきた連合国軍人と呼ばれました。しかしこの時すでにスチュワートという名前で他の艦が就役済みだったため、サンフランシスコ沖で標的艦として処分され、その数奇な生涯に幕を下ろしました。いかがだったでしょうか？楽しんでいただけましたか？今回の動画を見てあなたが思ったことをコメントしてくれたら嬉しいです。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。